早速お二人に僕と同じことをやっていただきましょうね、はい、じゃあまず僕が妙見ですですね、はい、でまずこの壁にこう右足をぴったりとつけてこう立てます、はい、立ちますね。でこの右手もこうビュッと上げてぴったりつけてください、はい、はい、じゃあ今度はですね、うん、左足を上げてみてください。左足を上げる、はい、どういうふうに持ち上に持ち上げてください。ああ不思議やわ。あ、なんでこれ。あ危ない上げて上げて。え、上がらへんやん。上がらないでしょ。危ない。上がらへん。そのまま立ててくださいね。なんでこれ。実はですね、こういう体勢で立つと体の重心がですね、この左足に来るわけなんですね、だから持ち上げられないんですよ。で、マサさん、それでも頑張って持ち上げてみてください。頑張ってこうなるわけなんですよ。つまり体の重心が崩れて倒れてしまうわけなんですよ。この体の重心を崩す、これがですね今日のテーマの大事なポイントですから。重心を崩す、重心を崩す、重心上ですから僕指一本で人を投げたり複数の男たちを一度に倒す、一見不可思議に見える技の数々も人間の体の仕組みや反射を巧みに利用した理にかなったものなのです。本日の科学館、護身術の不思議な技の謎に迫ります。この番組は明日を開くエネルギー東京電力の提供でお送りします。雷の注意報が来ています。雷雨に備え待機体制を取らせていただきます。今日お仕事で帰らないから。お仕事頑張ってね。頑張ってねか。24時間あなたのそばに。開放時購入明かり確認された。作り送り守る、私たちは東京電力です。東京電力の職員を装った詐欺事件が発生しています。東京電力では漏電などの調査は前もってご連絡の上お伺いします。料金はいただきません。お客様のご依頼があって簡単な修理を行う場合でも少額の実費のみをいただくことになっています。これらの制服や勤務証をよくご確認いただき、ご不審な場合はお宅にあげる前にお近くの東京電力へご紹介ください。東京電力。本日のテーマは護身術です。はい、まあ一口に護身術と言いましてもですね、まあいろんなのがあるわけですね。例えば指一本で相手を倒したりとかですね、もう大の男が何人も一瞬にして倒されてしまったりとか、いろんなのがあるわけですね。聞いたことありますけど本当なんですかね。あれ嘘でしょ。思いますよね。思うよ。そこでですね、僕今回ですね体験リポートしてきましたから、まずはちょっとこちらをご覧いただきましょう。黒黒ですよ。さてこちらがですね、今回お邪魔しました大東流合気柔術の六方会ですね。でまあ、こちらはですね戦国時代より伝わる古武道の、まあ、流派なんですけれども、この今一番右側で教えてらっしゃる方、この方がですね岡本師範なんですね。嘘でしょ。いや嘘じゃないんです。こうやって一瞬にして相手を倒してしまうんです、で今これやってますよね。これグッと持ち上がってますよね。でこの技が合気柔術のこの全ての技の基本となる合気上げという技なんですね。先生もう微動だにしてますね。少し動いてますね。これで投げられちゃうんです。座ってるだけで相手を投げるんですか。そうなんですよ。多分みんな嘘だと思ってますよ。見てる人は。でこれがですね、これが相手の動きを一瞬にして封じる固め技なんです。これでもう動けないんです。また一人入ってきますね。でも、なんか力入れてないですよ。全然入れてないです。人間ピラミッド。そうですね。もう果たして本当にあんなことで大の大人が倒れるんでしょうかね。私この我が身をもって180センチ85キロがチャレンジしてきます。見てるだけではね、本当に何が何だかさっぱり分かりませんから、ここでちょっと技をかけていただくことにします。これエレキテル。こう手をつないでるとですね、フォークダンス倒されるんです。田上さんどうですか。わざとこけたでしょ。いやわざとじゃないんです。ですか。すごいな。みんなが倒れてるから倒れたとか。いやいや、それ僕もわからないからもう一回ちょっとやらせていただいたんですよ、よく見ててください。しっかり手を握って、踏ん張ってますよね。倒れてるあっという間なんですよ。これ何人までいけるの。1万人とかできるの。
もしかしたら岡本師範だったらそれぐらいいけるかもしれないですね。え、でもこれ隣の人が倒れるのは分かるんですけど、何なんだろう。先生、手をこういうふうになんかこう、こう掴んだんですね。はい、振り上げられた。これで、このあれ。ちょっともう一回、あれ普通、これじゃ倒れませんね。はい、ガンと頑張ってください。はい、これ回すんです。はい。わけもわかんない。ここやられると、こっから誰かに引っ張られたようにボーって行っちゃうのは、なぜ相手の重心を狂わしてる。例えばゆっくりやってみますね。はい、だからこれグッとこうやると前に行きますね。はい、気持ちが、はい、前に行った途端にこれがサッと戻るわけです。ただこれではダメなんです。はい、前に行ってあっ一瞬にしてこうバランスを、すごい、こんな風に崩されるんですよ。嘘みたい。全然わけがわからないんですよ。え、今度は指一本。指、倒れない。はい、倒れない。どうすればいい。手の中で回るのが分かるんですよ。こうやって腰が捉えるんですよね。あっという間。でも一瞬にして重心が崩されてるわけですよね。そうなんですよ。なんであこでちょっと戻られへんの。これが戻れないんです。すっごく悔しいんですけど。ここも持ってないのに、行かないんです。はい、そこでやっぱり円を描いてるんです。なんで、ここで戻しや、戻しや。これがもうバラ、自分の体を支えるのが精一杯で戻すことができないんですよ。はい、支えますね。何も持ってないよ。はい、これこういうぐらいに。先生、失礼ですけど、先生おいくつでいらっしゃるんですか。あまり言いたくないですけど、73歳です。円です。でも先生の肩や手になんか、はい、田上さんの手のひらがこう吸い付いていくような感じですね。離れられないんです。これ何だかわからないんですけど。ちょっと軽くやると。もうこれなんか何が何だかわからないです。一体何回倒されたんですか、田上さん。もう青技だらけでしたから数え切れず。なるな、これ。これもまたみんなを一斉に倒す技なんです。すごい。これこそドミノ倒しですね。多重重ねという技です。これみんな踏ん張ってるんですね、抑えて。ほんまかよ。なんか笑っちゃった。信じられないでしょうけど、信じちゃいますよ。これもすごいです。これ先生を担いでるだけなんですよ。みんなしっかり担いで踏ん張ってるんです。逃げられる。これも信じられないでしょ。嘘や。そんなほんなこれが信じられないけど、こうなっちゃうんですよ。何したんや今。これ僕の今足ですね。はい、これでこれでなったわけですよ。すごい、もう訳わからないんですよ。これはすごいな。こうしてるわけです、空襲で。じゃあ先生、最後どうもありがとうございました。これだけの体格の田上さんをしかも鍛えてらっしゃるでしょ。だってもうちょっとじゃないですか。嘘でしょ。スタジオがこんだけね、笑うということはね、これなんかコントでしょ。いや先生上に乗ってあるだけやね。だってもう羽がいじめされてるわけですよね。そうこれですよ。あんな人胴上げしたらえらいことなんね。せーのぐにゃーちょっと信じられん。ちょっと僕がかけられたのちょっとやってみましょうか。例えばですね、例えばですね、この僕の手首をこう掴みますよね。そうすると先生、なんか手首をこういうふうになんか動かしながらですね、こういうふうな形に今のけぞりましたよね。ちょっと動いたな。今やったら見よう見まねですからね。もう秘伝中の奥義ですから、こんな1回2回でマスターできませんから。まずはですね、この基本的なところから調べてきましたから、こちら行ってみましょう。素早い動きで仕掛ける技の数々は、すべて相手を引きつけ、自分の体の近くで繰り出しています。岡本師範のこの体のすぐ近くで、こうどうもコロ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 倒されていくわけなんですけれども、あれはなぜなんですか。そうですね、まず力学的に一つ確実に言えることから言いましょうか。はい、それは自分の体の近くでは大きな力が出るということなんですね。ちょっと実演してみましょう。はい、手をお互いにこう向けてですね、はい、お互いにこうこっちへ押し合うと、はい、そういうことをやってみますね。1、2、3。
ダメですね。 では反対にやってみましょう、はい、1、2、3。これか簡単に負けますね。もう一回お願いします、はい、あれ腕を伸ばした状態と曲げた状態では体が回転する力に差が出てくるのです。こうして組み合った状態の時、腕をスパナ、体をボルトと考えてみると、私から見てこれがスパナなんですね。長いスパナです。僕の腕が長いスパナになって、はい、であなたがボルトですね、はい、で私こうやって押しますと、これ簡単ですね。あっという間に、はい、じゃああなたをもう一回押してみてください。これは難しいですね。はい、動かないです、はい、これはですね、はい、非常に短いスパナを使っておりますので、そう簡単には回らないわけです。伸ばした腕と曲げた腕、それぞれに同じ強さの力を加えた場合、伸びた腕ほど回転する力は増します。つまり体の近くで力を受けた場合、体は回転しにくくなり、力を有効に使えるのです。よーい、はい。勝ってくれ、この先勝ってくれ。とまあこういう風になるということですよね。この原理を応用すればですね、これはちょっとまあ合気柔術とは違うんですけれども、うん、例えばですね、今野さんがマサさんに掴まれた手首をスッと外すことができるんです。ちょっと手を出してみてください、はい、手を出してください。それでマサさん、今野さんの手首を掴んでください、はい。あ、手首ですね、はい、叩くのうまなりましたね。はい、いいですか、はい、ですね、そうだ、顔が怖い。何、何、ちょっと待ってください、痴漢は本気ですよ。痴漢がゆっくり握ってどうするんですか。痴漢は本気で握ってきますよ。それでですね、今野さんはですね、こう掴まれてますね、この掴まれてるこの手首のところを中心に、はい、右足を少し踏み込みながら、こういう風に回します、うん、一緒にしてグッと踏み込んで回してみてください。 今取れそうやった。ちょっと待って、じゃあ掴むところから、はい、掴むところから、はい、もう一度いきましょう。はい、じゃあ掴まれて、あ、今離れましたよ。マサさんのこの手首見てください、こう反ってますよね。こうなるともう人間とりは掴むことができなくなったんですね。できない。じゃあ今度は逆の手で掴んでみてください、はい、今度はですね、今野さんはまた掴まれてるところを中心にして、はい、今度は手のひらを上にするように、ここを中心にこういうふうにですね、回してみてください、はい、こう掴まれたらこう、あ、そうです、取れる取れる、取れましたよ ね、 こ、 ね、この状態はもう我慢したら折れる、折れますよ。ちょっと手首見せてください、こういうふうになってるわけです。なるなる、こうなる、こうであれば握っていられるんですけれども、これがこうなることで人間の手は握れなくなってしまうんですね。あ、握れないね。これで今この今野さんは手首をはこう解き放つことができたという。なるほど、なるほど。つまり人間の体の弱点を巧みに利用してるということですね。うまく利用してるんですよ。しかしこれはあの先生の技とはちょっと違いますね。そこでですね、じゃあ今度は岡本師範の技も調べてみましたからね。ちょっとこちらをご覧ください。